学校サボったけどよ、暇だ。たり暇だよな。おい、ゆうた、なんか爆笑一発ギャグねえの？うん、ないね。逆にあると思った。暇ならこれからカラオケでも行く？今財布に500円しか入ってねえんだよ。ゆうたのおごりなら行ってもいいぜ。同じく500円しかねえからおごれよ、言い出しっぺ。二人してワンコイン？僕もおごれるほど余裕はないよ。つうか腹減んね。ピザの CM 昨日見てからピザめっちゃ食いてんだよな。冬限定のカニマヨスペシャル、持ち金合わせたら買えんじゃね？カニマヨスペシャルは L サイズで14,800円するから僕らには無理そうだね。たっけ！ 14,800円？アラブの石油王が食う価格設定かよ。学校をサボってピザを注文できるなんてお金持ちの家の子供くらいだろうね。なんでうちら金持ちの家の子じゃねえんだろ。一度でいいから金のこと気にせず好きなもん食える生活してえわ。ほんとだよな、マジで。もう生まれた瞬間から親ガチャミスってるわ、マジで。いや、親からしても子供ガチャ大外れ中の大外れだよ。あ、そうだ、いいこと思いついたな。あ、ここは高級住宅地だろ。本物の金持ちの子供がわんさかいるわけよ。それを誘拐して身の代金を巻き上げるってのはどうだ。はぁ、おがお前天才じゃね。身の代金で小遣い稼ぎは考えつかんかったわ。いいじゃん、やろうぜ。早速カモになりそうな金持ちの家のガキ探そうぜ。身の代金誘拐なんてリスクは高すぎるでしょう。まあお金持ちの子供なんてそうそう見つからないと思うけどね。まあ確かにな、そうそういねえか。おい、あれ見ろよ。ねえねえ、ジュース飲みたい。いいよ、欲しいものはいくらでも何でも買ってあげるよ。どこかにジュースは売ってないかな。すぐ見つかるのかよ。どういう確率？よし、ターゲットはあの女の子だ。おい、ユーチューバー、ユータ、うまく父親の気を引いて娘だけかっさらっちまおうぜ。お、やっべ、すっげえいい作戦思いついちまったわ。名付けてセクシー球場売り子作戦。おし、行ってくるわ。飲み物いかがすか？キンキンに冷えたビールにポテチ、飲み物いかがすか？ここに飲み物が売ってるって本当かい？近くに野球場でもあったかな？野球場でビール売ってる妙にエロい姉ちゃんの変装か。ゆちょぱのやつ考えたな。見ろよ、あのおっさん鼻の下伸ばしてやがるぜ。それじゃあジュースを一つもらおうかな。あーい、ジュース一つね。ちょっと待ってね、ジュースどこ行ったっけな。どこだろう。ゆちょぱからの合図が出た。行くぞ。行こう。ねえねえ君、あの俺たち本当に全然怪しくないんだけど、突然なんだけど、ディズニーランドとか好き？うん、ディズニーランド好き。あ、そうなんだ。そういえばなんかおばちゃん、ディズニーのチケット余ってるって言ってなかったっけ？あ、そういえばちょうど余ってるな。全然怪しくない俺たちなんだけど、一緒にディズニーランド行ったりする？ディズニー行きたい。うん、そうだよね。まあ俺たち全然怪しくないから、全然怪しくないディズニーランドに行こうか。ね、行こうか。はい、500円だよ。はい、バイバイ。遅いな。ありがとね。よしよしよし。アリスちゃんが いない。なんだこれ。娘は預かった。返してほしければ身の代金と交換だ。ここに連絡しろ。誘拐犯の電話番号バイオガバンビ。犯人なのに携帯の電話番号と名前書いちゃったの？バカなの？くそ、許さないぞ。私の学校ではね、バンユンっていう YouTube が流行ってるんだよ。そうなんだ。俺ら YouTube 見ねえから分かんねえな。そういえばお兄ちゃんたち早くディズニー行こうよ。いや行きたいんだけどさ、なんかミッキーがコロナになったっぽい。こればっかりは誰も責めらんねえよ。そうだね、ミッキーも陽性反応らしい。まあまあジュースでも飲めよ。私のうちね、ジュースは体に悪いからって飲ませてもらえないの。ジュース禁止の家？どんだけ厳しく育てられてんだよ。
さすがお嬢様だな。ジュースだけじゃなくてお菓子も禁止、ゲームも漫画も頭が悪くなるからダメってクラスのみんなの話題にも入れないの。マジかよ、お嬢様つってもかわいそうだな。おい、このお菓子も食ってみなよ、うまいからさ。お菓子も食べていいの？ありがとう、優しいお姉ちゃん。ほらほら、はい、これ僕のお気に入りだよ、食べて。おいしい。うん、これも飲め。さっきまで金持ちの子供は羨ましいって思ってたけど、いろいろ大変なこともあんだな。身代金もらったらすぐに返してやろうよ。そうだな、こいつに罪はねえしな。大変だよ二人とも、このニュース見て。本日の午後、原黒区で12歳の少女のアリスさんが行方不明になり、家族から捜索願いが出されています。警察は誘拐犯による犯行の可能性が高いとみて犯人を追っています。もう警察も動き出してる。僕たちが少女を誘拐したってバレるのも時間の問題だよ。どうする？やべえよ、全国ニュースになっちまってるってことは俺たちはもう有名人だな。いや、喜んでる場合じゃないでしょ。お兄ちゃんたち有名人なの？もしかして芸能人？おお、サイン書いてやろうか。クラスのみんなに自慢できるぞ。お、さっきのおっさんからだ。もしもし。私の娘を返してください。おっさん、女の子を返してほしかったら身代金の100万円用意しろ。わかった、大事な娘のためだ、100万用意するよ。おい、100万円くれるってよ。なるほど、やったよし、じゃあ今から30分以内に町外れの工場に100万円持ってこいよ。30分以内？急すぎるよ。そういうのはせめて明日までにとか、せめて今日の夜じゃないかな。常識のない犯人だな。はぁ、宅配ピザだって注文したら30分以内に持ってきてくれんだろ。お前金持ちなんだからピザ屋より早く持ってきてくれよ。金持ちだからってピザ屋より早いなんてどういう理論だね。もう意味がわからんよ。てかピザ食いたくね、宅配ピザとか言うからピザ食いたかったの思い出しちゃったじゃん。そう言われるとなんだか食べたくなってきちゃったな。いいよおっさん、ごたごた言わずに今から30分以内に100万円とピザのカニマヨスペシャル L サイズ持ってこい。いいな。ピザの要求まで増えてる。わかったよ、娘には手を出さないでくれよ。うるせえ、さっさと持ってこい。おいお前ら、もうすぐで100万円が手に入るぞ。ピザパーティーで豪遊だ。イエーイ。どこだ？おい、こっちだ。いや、約束通りピザと身の代金を持ってきたよ。その子を返せ。お前もう1時間経ってんじゃねえかよ。絶対ピザカピカピじゃん。もういいから、この100万円とピザをこっちによこせ。ダメだ、身の代金を渡すのはその子を返してもらってからだ。はぁ、冗談はダッセー髪型とくっせー体臭だけにしろや。そっちが先によこせよ。そうだ、ほくろちぎるぞ。まあいい、とりあえずじゃあそのピザだけよこせ。あ、しょうがない、ピザだけは先に渡しておくよ。話のわかるおっさんじゃねえか。じゃあ取引の物を確認させてもらうぜおい、これ頼んでたピザじゃねえじゃねえかよ。カニマヨスペシャルって言っただろ、これマルゲリータじゃん。ふざけんなよバカ親父。ピザなんてどれも味同じだろ。全然よくねえよ、こっちはもうカニマヨスペシャルの口になってんだよ。カニマヨしか受け付けねえんだよ。口どころか全身がカニマヨの体だよ。いいからとっとと買い直してこい、10分以内に。さっきより時間が短くなってるじゃないか。10分じゃまだピザも生焼けだよ。まずいよ、パトカーがこっちに来てる。うわぁ、警察だ。騒いでる連中がいるって通報があったぞ。ん？あぁ、少女誘拐で指名手配されている犯人じゃないか。やべぇ、殺だ。まだピザ1枚も食べてないのに。そこまでしてピザが食べたいのかい？食いてえわ、昨日からピザ食いてんだわ。これじゃあ警察署に行って取り調べでカツ丼食べた方が早いかな。おお、確かにカツ丼もいいな。
あ、でも僅差でやっぱピザだわ。まったく危機感がないね、君たちは。全員手を挙げて動くな。膝をついて横一列になるべ。くそー。本日逮捕するのは、お願いします。やだ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 。時間が違う、時間が違うね。お願いします。お願いします。お前を逮捕する。そっち。やめろ、ジーキングロン。食べ。いない。女の子は可愛いよ。犯人逮捕のご協力感謝します。この男は世間を騒がしている少女連続誘拐事件の凶悪犯として全国に指名手配をされていたんです。あなたたちのおかげで逮捕につながりましたよ。ほ、本物の誘拐犯だったの。はい、入るんだ。アリスさんのご家族から謝礼金として100万円を預かっています。どうぞ受け取ってください。え、お兄ちゃんたち助けてくれてありがとう。この金は受け取れねえわ。だね、僕も同じことを考えていたよ。連れ回して悪かったな。その金はあんたがこっそり貯金してジュース買ったり漫画買ったりするのに使えな。クラスの連中と同じようにさ。つうことだ、この金はお前にやるよ。え、いいの？いいってことよ。俺らがその金もらうのはまあなんかちげえし、まあ金も大事だけどよ、こうやってバカやれるダチ作るのもいいもんだぜ。ほんじゃ俺ら帰るわ。ママによろしくな。バイバイ。お仕事ご苦労さん。またね。日本もまだ捨てたもんじゃないな。